すごくよかった。かわいいワンちゃんはね、そんな風にうるさい吠え方はしないものよ。それにあんな優しい雨だったら夜の雨宿りもいいね。変わんないね。いらっしゃい、小悟くん。よかったね、ミキちゃん。よかったっす。翔吾くん、あのね、花の王子様がまた帰ってくれたんだよ。花の王子様にまたお返事書いちゃった。翔吾も見てみれば。
悟空、私のお返事はその下だよ。パソコンは操縦するもんじゃねえぞ。みたいなものでつながる時があるっす。やっぱりそうだよね。距離も近かったりして、いつもみくちゃんのことをひっそり見守ってるとか。それはできすぎだよ。みくちゃん冗談だよ。人をどこかの知らない人だよ。でもそれって夢があるよね。
空に浮かぶ惑星みたい。ショウ、どうした？ぼんやりして。扉だぜ。そんなロマンチックな名前、あいつには全然似合わないよな。きっとその扉はミサイルが直撃してもびくともしないような。厚さ5メートルの鋼鉄でできていて、その上未来永劫何人たりとも解放は不可能っていうぐらい難解な無数の鍵がかけられていてさ、さらには念には念を込めてって紙片がピチッと溶接してあるに違いない。しかもそれは光さえ届かない深海に沈んでいるはずだ。戻ってきたのかよ。なんか用事があって出たんじゃなかったのか。あっそ、ミフちゃんはもう帰ったっす。ホームページに載せるための新しいレポートを、オミなんとかってやつと、何でしたっけ。俺花はパス、まるでわからん。オミナエシとベゴニア、それからサルスベリのレポートをまとめるって言ってたね。ニフちゃんすごく張り切ってたっす。花の王子様に飲んでもらいたいんだってさ。まあね、ショウゴ、何かオーダーするの？いつものって何かな？さっぱりわからない。甘いね、ミオちゃんは。ミオちゃんは俺の好みのオーダーも心得てくれてるっす。トモヤを連れてくればいつも水を飲ませてくれるし、みんなに優しい人みたいだね。誰にも優しくないと
ビーは昨日も来てたんだよ。ね、ショーゴ。トビー、ナマステ。よし。やめろよ、二人とも。もう俺いい加減めんどくせえよ。喧嘩はダメっすよ。さあさあ、二人とも睨み合いはもうおしまい。マグロがビビってるだろ。ほら、握手なんかしてみちゃったりしよっか。で、このいい機会に仲直りなんかしてみちゃったりしよっか。言いたくねえな。お前らの方がいいんじゃねえの。あっちでホームページの管理でもやろうかなと。